皆さんこんにちは私は大阪シオン教会の足立孝夫と申します今日は7月の5日水曜日使徒の働き7章の51節から8章の1節許しと殉教イエスの十字架に従う道というテーマでご一緒に御言葉を学んでいきたいと思います 使徒の働き、七章五十一節から八章一節。うなじを固くする心と耳にかつれを受けていない人たち、あなた方はいつも精霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのです。あなた方の先祖たちが、 迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は見使いたちを通して立法を受けたのに、それを守らなかったのです。 人々はこれを聞いて、腹たが煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし、精霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。 と言った人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到したそして彼を町の外に追い出して石を投げつけた商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたこうして彼らがステパノに石を投げつけていると ステパノは主を呼んで言った。主イエスよ、私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。 その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたさて、えー、ここからですねステパノの弁明がクライマックスに入るわけです。神様に従順ではない人たちうなじを固くする。 心と耳に滑稽を受けてない人たち。まあもう完全な悪口ですけどね。このように彼らを呼び、そしてあなた方は精霊に逆らってるんだと。全然神様に従ってないんだと。口ばっかりなんだと。そのように。そして昨日の箇所にもありましたけれども、イスラエルの先祖たちは神様に従うことなく偶像礼拝を繰り返してきたけれども、あなた方も同じだと。あなた方の先祖はこれまでにも正しい方を ね、救い主がやってくるという預言者を次々と迫害して殺してきた。そして今あなたたちはまさしくこの救い主を殺した。つまりあなた方は自分たちの正しさを推し進めるために、自分たちの正しさを、ね、認めさせようとして、そしてイエス・キリストを殺した。そのことにあなた方は気づいていないんだ。このようにステパノは語るわけなんですね。 それまでは非常に穏やかに話し始めたステパノでありますけれども、彼らのあまりにも罪深い、そして自分の罪に対して理解していない姿を見て、ステパノは非常に強く彼らのことを非難するわけであります。結局、あなた方はモーセがモーセがと、また立法がとか神殿がとか言うけれども、口ばかりで、そして自分たちは全く従うことができていないんだ。 と彼らの罪を指摘したわけなんです、まあ、いわゆるね、このステパノの周りにいるのは皆反対者ですよね。いわば敵です。こうした敵に囲まれた状況の中で、ね、あなた方が間違っているとね、大胆に告白するというのは非常に勇気のいることです。しかし、これを聞いた、ね、敵は、ね、反対者はどうしたか。彼らは非常に怒り。 ね、怒りり狂ったわけででありますすねねそらそうですよ、ね、目の前で公衆の面前で自分の悪口をそして自分,の自分だけではなく自分たちの先祖の悪口もね自分たちの信仰が正しくて、ね「ステパのお前が間違ってるんだ」と彼に言って彼を裁こうとしたにもかかわらず彼に「あなた方が間違ってるんだ」と言い返されたわけでありますから、ね、非常に彼らは怒り狂ったわけであります。 なぜステパノがここまで大胆にね恐れることなく語ることができたんでしょうかそれは55節と56節ですねしかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てみなさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言ったと書いてますつまり ステパノは敵に囲まれていたけれども、ステパノが見ていたのはその敵じゃなかったんですよ。彼はイエス・キリストを見ていたんですね。主を見上げていて、主が必ず私を守り、助けてくださるという確信を持って、彼は今この裁判の場に立っていたわけです。ですから彼の心の中には何の恐れもありませんでした。イエス様も、ね、裁判にかけられた時に、 こう言いました。ルカの福音書の22章の64節だが今からのち、人の子は力ある神の右の座につきますって言いましたね。つまり、ね、私が神ですって言うたんですよ。このことによって神を冒涜しているという罪によってイエス様は十字架につけられてしまいました。ここでステパノも同じように56節ね。 えー、人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言いました。まさしくイエス・キリストが神ですって言うたんですよね。このことによってステパノは神を冒涜したという罪に冒涜罪に問われることになってしまいました。人々は、ね、その言葉を聞いて、ね、さらに怒りを持ってステパノに飛びかかりました。そしてステパノは穴の中に落とされて石打ちの刑に遭うんですね。 えー、深い穴に落とされて上からみんなで石を投げつけるというね、石打ちの刑になります。もうこれは死刑ですよ。薄れゆく意識の中で、遠のく意識の中でステパノは、ね、このように言うわけですね。59節主イエスよ。私の礼をお受けくださいって言います。この、 ねえ、これによく似た見言葉を皆さんお聞きになったことがあると思います。ルカの福音書の23章の46節ですね。ルカ23章の46節でイエス様が、父よ私の霊を見てにお委ねしますって言いますね。まさしく、自分自身の命を、ね、主をあなたに委ねます。これは、イエス様が今も働いておられ、ね、ステパノの目にはイエス様が見えてたんですからね。 ですからね、ね、えーえー、イエス様が今も生きて働いてくださり、この苦しめるものね、私を苦しめるもの痛めつけるものがあるけれども、主が私と共にいてくださり、主が私を守ってくださる。ステパノはイエス様だけを見つめ続けたわけであります。さらに60、六十節ひざまずいて大声で叫んだ、主よ。この罪を彼らに負わせないでください。こう言って で、彼は眠りについたと書いてます。これがステパノの最後の言葉ですね。彼らをね。彼らに罪を負わせないでください。つまり、これがステパノの遺言なんですね。最後の最後まで敵を責めたのではなくね。全てを主に委ね。そしてステパノは最後まで敵を自分を迫害するものを見ていたのではなく、イエス様を見上げていたわけですよね。 ずっとイエス様を見てたんですよなぜならステパノはイエス様の見思いを知っていたんですイエス様がどのような思いを持っておられるのかを知っていたので彼はずっとイエスキリストを見つめ続けましたイエス様の思いとは何かヨハネの福音書の12章の47節「私が来たのは裁くためではなく世を救うためだからです」って書いてますそう、えー イエス様は人々を救うたために来たんですだからイエス・キリストを信じているステパノも同じ思いなんですよ。ね自分を苦しめ自分を石打ちの刑で殺そうとする者たちしかし彼らを裁くのではなく彼らに罪を負わせないでください。このように最後の最後にえまさにイエス様のようにね彼は語るわけであります。最後まで 命が絶えるその瞬間まで人々のために祈ったステパノ。まさにこれはイエス・キリストと同じです。彼らは何をしているか分からないでいるのですとイエス様も最後におっしゃいましたが、まさしく人々のを裁くためではなく救われる。人々の救いこそが神様の御心であるということを知っておられた人たちの心であります。私たちも ね、自分が救われたということで満足しないようにしなくてはなりません。私たちが福音を語り教会に来ませんかとお誘いすれば、ね、皆が来てくれるわけではありませんよね。いやいや行きたくないと。ね,ねそんなところ行く意味がないとか、ね、もっと悪いことひどいこと言われることがあるかもしれません。でも私たちは裁くのではなく、ね、その人をも救われるように祈らなくてはならないのではないでしょうか。日本の クリスチャンは1%にも満たないと言われています。その中で、ね、一人でも二人でも多くの人たちが救われること、そして、ついには、ね、すべての人が救われることを、ね、主は願っておられるんだということを皆さん忘れないでいただきたいと思います。私たちは私の感情で動くのではなく、神様がどのように思っておられるのか、神様の御心は一体何であるかということをしっかりと受け止めながら、 神様の御心が成就するために大胆に語りそして決して裁くのではなく人々を愛してイエス様を見上げながら多くの人々の救いのために祈り続けるものとならせていただきましょう。 愛する皆さん神様の御心を知ってください私たちは神の御心に沿って歩むクリスチャンでありたいと思います自分の教会が大きくなることとかたくさんの人が来ることが決して目的ではないんです全ての人が救われることこれこそが神様の御心でありますからそのことを覚えて多くの人々が全ての人々が救われるために祈り続けるものとならせていただこうではありませんかお祈りします 天の父なる神様、感謝いたします。主よ、どうか私たち一人びと人が神の御心をしっかりと悟り、そしてこの日本にいる全ての人々が救われることを祈るものとならせてください。私たちの祈りを通して神様の栄光が表されますように、全てを主に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン